皆さんこんにちは、証券ママです。今日はキノコと油揚げの炊き込みご飯を作ります。炊飯器にすべて入れて炊くだけでとっても美味しい炊き込みご飯ができます。ぜひ簡単ですので作ってみてください。それでは材料です。まずお米が2合、これはよく溶いて30分くらい浸水させてザルにあげてあります。それから舞茸が、これが1袋1パック、これ 200g です。それからしめじが1/2袋で 50g、 椎茸がね3枚で 50g、 全部でねキノコ 200g です。これえのきだったりエリンギだったりね、お好きなものでいいです。だいたい全部で 200g くらいにしてください。それから油揚げが1枚。調味料の方です。醤油、お酒、みりんが各大さじ1、本だしが小さじ1、お塩も小さじ1、それからお水が、すべての調味料を入れてから2合の目盛りまでです。はい、まず油揚げなんですが、これはね、ペーパーで油抜きを軽くします。気になる方は湯通ししてください。ですね、これを切っていきます。今日はね割とね小さめに1センチ角くらいに切ります。はい、こんな感じですね。に油揚げは切っておきます。はい、それからねキノコはですね、キノコはもちろん洗わなくていいので、気になる方はねペーパーなんかで少しね拭いてください。そしてキノコは石突きを取っていただいて、もう適当にほぐしておきます。しいたけはですね、この軸もいただけるので少し下の方だけ切っていただいて、そしてね、椎茸はこんな感じの薄切りにねしていってください。軸のところもねちょっと細かくね、もったいないので切って使います。はい、これで具材は全部切りました。あとはもう炊飯器に入れて炊くだけです。はい、それではね、炊飯器のお釜にですね、お米を全部入れます。で、ちょっとね、平らにしていただいて、必ず調味料を先に入れてください。はい、醤油が大さじ1入ります。それから、お酒も大さじ1入ります。それから、みりんも大さじ1入ります。それから本だし、顆粒だしが小さじ1入ります。それからお塩も小さじ1入ります。今日ねお塩少しこれ多めになっておりますので、ちょっとしょっぱいのが苦手な方は1/2にしてください。はい、そしたら今日はキノコから結構水分出ますので、2合の目盛りより少し下までお水を入れます。はい、このぐらいでしょうか。1ミリぐらいね下までお水入れました。そしたらこうやって調味料を混ぜます。はい、そしたらねもうね具材を乗せていきます。はい、じゃあねもう適当にキノコ入れちゃいますね。舞茸を入れます。はい、はい、しめじも入れます。すごくね多いように感じますがね、キノコはほんと少なくなってしまいますので、それから椎茸も入れます。そして油揚げも入れてしまいます。ちょっとねこう平らにしていただいて、はい、これであとは炊いていくだけです。はい、それではね炊飯器にねお釜を入れますね。はい、
てですね、炊き込みコースとかもあるんですけれど、今日は白米の普通コースで炊きます。それではスイッチオン。はい、そしたら炊けるまで待ちます。はい、それでは炊けたので見てみます。はい、こんな感じにね、とっても美味しそうに炊けています。はい、そしたらね、さっくり混ぜます。こんな感じでね、おこげもできていて美味しそうです。これね、きのこだけでやってもいいんですがね、あのやはりね、ちょっと油揚げを入れるとこう油のコクが出てね、美味しくなるので、今日はね、油揚げをね、ちょっと入れてみました。はいはい、こんな風にね、軽く混ぜていただいたら盛り付けます。はい、こんな風に盛り付けてみました。そしたらね、あの分量外なんですが、こういった小ネギをね、少しだけ上からパラパラパラっとかけます。もちろんなくてもいいです。はい、これできのこと油揚げの炊き込みご飯の出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、それではね、いただいてみたいと思います。はい、とっても美味しそうです。はい、こんな感じです。じゃあね、いただきますね。はい、いただきます。うん、舞茸もね、このコリコリしていてとっても美味しいです。今日はね、少しお味を濃いめにしてみました。今日はね、やはりキノコが入って少しこう水分が出ますので、水をね、ほんの少し少なめにして炊いてみてください。今日はちょっとお塩をいつもより多めに入れましたが、ちょっとね、あのしっかりめのお味になっています。ちょっとね、あの塩分が強いのは気になる方は、お塩をね、少しね、小さじ1入れましたが、小さじの2分の1ぐらいにして減らして炊いてみてください。今ね、キノコがね、秋で美味しい時期になってきましたのでね、お好きなキノコで、今日は舞茸としめじと椎茸で作りましたが、他のね、エリンギだとかえのきだとかね、平茸とかお好きなもので作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。炊き込みご飯のレシピは他にもたくさんありますので、概要欄に貼っておくので、よろしければご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。